今まで平凡な人生を歩んできた会社員の男。彼が目覚めたのは、四方が断崖となった陸の孤島。そこは数百年前の日本の文化を題材とした歴史テーマパークの廃墟だった。平安から江戸時代まで歴史的な遺産を再現した村々には、着物や鎧をまとった人々が外界との接触を拒むかのように生活し、テーマパークのキャラクターであるジャッピーを崇拝の対象として崇めていたのである。男は脱出を試みるが、切り立った崖は現代社会との断絶を意味していた。帰りを待つ妻と子供との再会を望みながらも、生きるためにこの土地に順応せざるを得ない男。鬱屈した日々を過ごすそんなある日、島の中央にそびえ立つ巨大の塔が突如として動き出す。脱出の希望を胸に塔の内部に足を踏み入れる男。彼は未だ見ぬ真実への第一歩を踏み出すこととなる。